僕が、夜桜さんちの大作戦が化けたのって、この白蛇戦が、ジャンプ漫画として化けたきっかけかなぁとちょっと思ってます。ということで、タンポポという名の薬ですね。もう開幕から兄折り入れて、まあ、川下と白蛇さんのやりとりとか入れてるんですけど、こういうところの、切るところはテンポよくするけど、まあ、必要な補完は入れてくるっていう構成は、ブリーチ最終章を思い出していいなと思います。まあ、今回の話をざっくり語ると、まあ、太陽が、川下と夜桜パパがなんか密会してる列車に、まあ、潜入捜査するんだけど、そこでタンポポの適合者である白蛇さんが、まあ、太陽の前に立ちはだかるという感じですね。ここで佐藤里奈さんは熱いですよね。なんだかんだ夜桜さんちの大作戦って NBC ユニバーサルが打てる本気を出してきてくれてる感じがあるから、まあ、そこら辺も本当に良いなと思うんですよ。ほら、髪を伸ばして攻撃してくるんだけど、まあ、白蛇も過去を語ってくるんだけど、病弱の中で髪を全部剃ってたっていうところを匂わせてくるんだけど、この辺が白蛇のおでこの広いカットに通じてくるものがあって、もうかなり意味深な感じでもあるし、推しの子のサリナちゃんを思い出すよね。まあ、サリナちゃんっていうか、ルビーの本番は、まあ、推しの子3期なんだけど、まあ、ここら辺もやっぱ、夜桜さんち持ってんだと思う。まあ、今回はさ、あれ、夜桜にしては戦闘シーン頑張ってたなと思うし、やっぱ勝負どころの回だったんだなと思うんだよ。結構、白蛇戦も、まあ、前後編でやってたりするっていうところも含めて、まあ、かなり気合い入れてんだと思う。何がいいかってさ、太陽の今まで電気銃として使ってた矢を、まあ、刀モードに変形させるのって、まあ、シンプルにいいよね。やっぱ、ワンピースのゾロとか、まあ、鬼滅の刃とか、ルロケンとか、やっぱ刀はいいもんですよ。いやさ、夜桜はさ、本当に、なんとなく2期3期って続いていくようなタイプの作品だと思ってて、そこら辺は NBC ユニバーサルっていう、漢字会社がそういうところだから、あ、ちなみに、NBC ユニバーサルの今後の切り札が、片田舎のおっさんだから、夜桜ちゃんちを見て NBC ユニバーサルを、まあ、知っておくといいと思う。ということで次回は愛さん登場ということで、もう太陽 VS 白蛇がどうなのかも楽しみですね。あとやっぱりさ、夜桜パパさ、山寺こいつさん連れてきてるから、こいつとの決着は2期必要だから、やっぱ2期やってほしいですね。っていうか、俺は3期までやってくれるって信じてるからね。まあ、その時は日後じゃなくなるかもしんないけど、俺はやってくれるって信じてるから、